だけど今日その夢だった新木場スタジオコーストの閉館が発表されました。私たちの夢はまだ叶えられてないし、今までそのために君とも一緒に追い続けてきたのにって、正直今でもすごく動揺が隠しきれません。私たちレイマンが新木場のメインステージに初めて立って、心を一つにね、ここでワンマンライブやりたいねって、あの当初デビューしてそんなに立ってない私たちが口を揃えて、運営さんに私たちここでワンマンライブやりますって宣言しました。そうやってね、宣言してみんなと君と君と君と私たちでたくさんのね壁を乗り越えて、新木場スタジオコーストという大きい夢に向けて走ってきました。そのね、私たちの前にある壁は決して簡単に乗り越えられるものがなくて、こうやってね今日集まってくれる君がいたり、遠くからね令和のことを応援してくれる人と一緒に、その壁をどんなに高かったり辛い壁でも乗り越えてきたと私たちは思ってます。そしてね、これからも私たちだけじゃね乗り越えられない壁が多いんですよ。なんで君とだったら乗り越えられるって私たちは信じてます。だけど夢を叶えることの難しさ、現実はいつも突然で、この1年はそんなことの繰り返しばかりでした。たくさん見送った仲間たち、たくさんの悔しい思い、寂しい気持ち、託された夢を背負って、私たちと君はこれまで未来を向いて、一緒に前を向いて歩いてきました。諦めたくない。2021年9月6日、令和新木場で、わー！